里田舞、夫、田中雅宏と結婚12周年腕組ショット公開、素敵、憧れると反響相次ぐ。タレントの里田舞が20日、自身のインスタグラムを更新。夫で東北楽天ゴールデンイーグルスの田中雅宏投手との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。里田舞、夫、田中雅宏との結婚12周年を報告。この日、里田は、今日は12回目の結婚記念日、と、田中投手との結婚12周年を迎えたことを報告し、腕を組んだ2ショットを公開。揃ってラフなブラックコーデに身を包み、微笑む田中投手の隣で、里田が引けるような笑顔を見せている。さらに、里田は、この1年で、新たにお気に入りのお店ができたり、一緒に楽しめる趣味ができたり。どうしても子供中心の毎日になりがちだけど、引き続き2人の時間も大切にしていきたいですと思いを綴っている。なお、同日に田中投手も自身のインスタグラムを更新。今日は12回目の結婚記念日。12周年は、キヌ婚式と言うんですね。と綴り、里田と同じにショットを披露している。里田舞&田中雅宏の2ショットに反響。二人の投稿に、ファンからは多くの祝福が寄せられたほか、最高の2ショット、笑顔が素敵、幸せそう、大好きな夫婦、憧れる、二人みたいな夫婦になりたいなどと反響が相次いでいる。里田舞&田中雅宏、2012年に結婚。里田と田中投手は2012年に結婚し、2016年2月に第一子となる男児、2019年6月に第二子となる女児が誕生。二人はこれまでにも SNS にたびたび夫婦の仲良しにショットを公開しており、毎回大きな話題を呼んでいる。